おはようございます。みそなぎでございます。おはようございます。おはようございます。はい、ということでついにね来ました、四国行きですね。今時刻が朝の4時40分。早いって。まあね、ちょっと5時出発の予定だったんですけど、ちょっとねやっぱ時間に余裕を持っていきたいなということで、これからですね高速を走って2時間半ぐらいかかるらしいんですよね、片道高速だけで。佐賀の関っていうところまで行くんですけど、多分ね休憩を1回か2回か挟むんで、まあ3時間見てますんで、もう出ないとねいけないということで、早速出発したいと思います。初めてのお泊りツーリング、もうフェリーはもう嫌だでも乗らないといけないということで、レッツゴー。はい、ということで国道94フェリー発着場ですかね、着きました。バイクの方が1台いらっしゃいますね。確かねバイクの枠はね4台ぐらいしかないんですよ、4か5ぐらいしかないんですよね。で一応レーンがあって1番から止めてくださいということなんで、この1番の方の隣に今止めた状態です。8時半までにねこう手続きしないといけないっぽいんで、ちょっとこれから手続きしてまいります。すごく乗りたくないですけど行ってまいります。おーおーおー、はい、出荷される準備が参りました。え、どういうこと。あ、そっか、よいしょ。ちょっと右に切ってください。はい、よいしょ、いいですかこれで。ちょっとバックしてください。はい、ハンドルそのままでからサイドスタートです。はい、鍵は付け取っていいんですか。抜いちゃった方がいい。抜いてたけど、了解です。よいしょ、はい、ということでもうすでに嫌です。もうすでに揺れてるんですよあー、ワイのバイクがこんな感じなんだね。はい、じゃあ船室に行こうかと思います。ウェイ、ということでやっと船が降りれそうです。あからさまにテンション低いのくさ。はい、ということで
四国上陸でございますよ。はい、ということでこれから、道の駅二見というところに向かいます。で、実はですね、そこでリスナー様と一人お会いするようになっております。はい、いつもねコメントをくださるあのとある方なんですけども、はい、楽しみですね。では道の駅二見に向かいます。さあ四国来ましたよ。四国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 。あ、これ海なんだ。見えないけど、ああ見えるな。ああ見えた。おー、ちょっと今日ねもやがかかってるんですよね。北九州のもそうだったんですけど、うわ海でか。うわかっこいい。 H2 かないかな。ねまだね全然半分も来てないのかな。道の駅二見までずーっと海岸沿い走ってます。もう左手が海、右手が山みたいなのがもうずーっと続いてます。飽きてきた飽きてきた。お、いっぱい来た、いっぱい来た。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。お、すんごい集団が来た、すんごい集団が来た。ありがとうございます。あ、飯かな。ありがとうございます。すごいな、多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 いな。ありがとうございますすんごい多かったな。おすすめされてた下灘駅っていうのがもう通り過ぎちゃったんですけど、残念ながら寄れませんでした。なんでかというとおじさんたちがいっぱいいたんでちょっともうやめました。あと待ち合わせの時間がねもう13分ほどオーバーしてるんですよ。11時半にお会いしましょうということでねお話をしてたんですけど、今ね11時43分なんでちょっと待たせるわけに、もう待たせるわけにやっていうか待たせてるんですけど、これ以上待たせるわけにいかないんで、ね、ありがとうございます、すいませんちょっと道がすごい悪かったんで今そっちに集中してた。うわ悪いなここ。はい、というわけであとね2分ぐらいで道の駅二見に着きまして、もうおそらく先に着いてると思いますね。あー申し訳ないけど、あーここですね。さあお待たせをしてしまいましたが道の駅二見に届きました。こういった、ああれだ、手振ってるありがとうございます。はい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 、了解。女性ですねそっちからですねすいませんお待たせしました。いえいえ、大丈夫。ちょっと坊主頭ですよ。これはいかんわ、足つるわ。これは運転しづらいな。これすごい前かがみだね、やっぱり。あ、だゴールドールこれこうだけどね、すごい、うん、これありがとうございます。いやいいっすか、もういけたいけたいけた、はい、とりあえず取りました。どうしますか。じゃあインターまで。そうよね、インターまで。インターまで行きますか。はい、そのまま行きます。そうよね、ちょっと待ってね。こいつもこう変になるよ、行ってよどうしようか。いい、自分らが友達とこの後にご飯を食べに行くんですよ。そのカツオのたたきを食べさせろって僕は言ってるんで、でその足でそのままカルストに行くはずなんですけど、そしたらファミマまで行きます、一緒に。あ、そうしようか。そこでお別れしますか、じゃあ。うん、はい。了解です、了解です。そこまで行ったら、そこで、私がまた、そこ、ナビしたんですか。あ、してない、してない。友達のところのナビしてない。ファミリーマートイオなんちゃら店ですね、確か。はぁ。ね、動画通りでしょ、僕。はぁ、か ほんと抜けてますからね。全然打てんねやけど。あったあった。イオ、違うな、これ。ファミリーマートの。あ、これか。イオ店？イオ市場店？イオ灘店？A コープなんとかっていうところですね。そのちょっと A コープイオ店。あ、これですね。うん、そう、ここでガソリン入れろとまで言われてるんで。あ、ほんと。A コープファミリーマート。あ、14本ですね。ここですね。あれ？ちょっと待ってよ、これ。なんか変な声入ってます。あ、切りましたね。あ、やっぱそっか。ちょっと待って、じゃあ僕ナビ切ります。はい、どこか。あ、いや、あ、繋げた。わかりましたね、切れてない。不思議。 A コープ、 A コープファミリーマート 9.1 キロですかね。うん、前
行ってよろしいですか。お願い。私が前。はい。はい。はい。お尻を取ります。やばいや。ちなみにもうずっとカメラ回ってますね。マジ？またまたまた。またまたまた。初めての人ですからね。え初めての。初めての。なあ、ハンティングするけん。ハンティング嫌って言われたのに、ハンティングしたけんな。やった。いや、自分がしたいだけの、あ、やめとこいらんこと言うたら、最近多いんですよ、変な人が。本当？もういますよ、もう。本当？暑なってきたけんな。